ポール・ウィリアムズは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。サウスカロライナ州営県出身。第10代、第12代 WBO 世界ウェルター級王者。元 WBO 世界、スーパーウェルター級暫定王者。ザ・パニッシャーの異名を持つ。アマチュアでしばらく戦った後の2000年7月21日に19歳で、プロデビュー。デビュー戦は判定での勝利だったが、 その後は、早いラウンドでの小勝利を積み上げていく。2006年4月12日、セルジオリオスを2回小勝利で下し、アセンビッシュウェルター級王座を獲得。同年5月27日、当時25戦全勝のアルゼンチンのホープ、ワルテル・マティセと全勝同士で空位のナボ、北米ウェルター級のタイトルを争い、激しい打ち合いの末、10回 TKO 勝ちでタイトルを獲得した。 8月19日の初防衛戦では、元世界チャンピオンのシャンバ・ミッチェルを4回戸で倒して、アセンビッシュウェルター級王座ナボ、北米ウェルター級王座の初防衛に成功する。この試合でウィリアムズはその人気とともにその実力を、大いに全国のボクシングファンにアピールした。32戦全勝のまま2007年7月14日に、WBO 世界ウェルター級王者。 アントニオ・マルガリートに挑戦する。マルガリートは、すでに7度の防衛を数え、競合ひしめく、この階級の中でも、最強のボクサーの一人に挙げられる選手であった。ウィリアムスは、マルガリートに対しをくすることなく、立ち向かい、12回3から0判定で勝利して、タイトルダッシュに成功した。しかし、この判定をめぐっては、 マルガリートの方がよりダメージを与えるパンチをヒットさせたとして論争が起こっている。マルガリート自身、この試合は自分の勝利だったと発言し、判定に意議を唱えている。2008年2月9日、カルロス・キンタナに判定負け、WBO 王座を失った。キャリア34戦目での初黒星となった。2008年6月7日、 金棚とダイレクトリマッチで対戦し、初回 TKO 勝ちで WBO 王座を奪回した。2008年11月29日、WBO 世界スーパーウェルター級暫定王座決定戦でバーのフィリップスと対戦し、8回 TKO 勝ちを収め、暫定王座を獲得した。その後、同王座は一度も防衛戦を行うことなく、返上した。 2009年4月11日、ロナルド・ライトとミドル級契約で対戦し、大差の判定勝ちを収めた。2009年12月5日、ニュージャージー州のボードウォーク、ホールダンスホールで、セルフィオ・マルチネスと対戦し、2から0の判定勝ちを収めた。2010年5月8日、カーアミット・シントロンと対戦。4ラウンドに両者がクリンチでもみ合った際に、 シントロンがロープの間をすり抜け、リング下へ転落し、リングサイドのテーブルに激突した。リングドクターが試合続行不可能と判断し試合を止めたため負傷判定となり、ウィリアムズが2から1で4回負傷判定勝利を収めた。試合後シントロンは、リング下に転落した際に、ルール通りに5分間の休憩時間が与えられなかったとして試合結果を、 濃厚音テストに変更するよう提訴した。2010年11月20日、WBC 世界ミドル級タイトルマッチを、ミドル級の規定体重を3ポンド下回る157ポンドのキャッチウェイトでセルフィオ・マルチネスと再戦し、2回小負けで王座獲得はならなかった。2011年7月9日、ニュージャージー州のボードウォーク、ホールダンスホールで、 エリス・ランデ・ララと対戦。ララが終始試合をコントロールしていたが、2から0で、ウィリアムス12回判定勝利となった。しかし、この判定結果は大きな物議を醸し、試合が行われたニュージャージー州のアスレチックコミッションは3人のジャージに無期限の資格剥奪処分を下したが、それでも試合結果は変更されなかった。2012年2月18日、 石田淳優と対戦し、ジャッジ三者ともにフルマークの12回大差判定勝ちを収めた。2012年9月15日、WBC 世界スーパーウェルター級王者、サウル・アルバレスへの挑戦が決定していた。しかし、5月27日に、兄弟の結婚式へ向かうためオートバイに乗車し、時速120キロ以上で走行中に車との接触を避けようとして、転倒。 脊髄損傷の重傷を負い、下半身不随となった。担当医師によるとボクシングは愚か、日常生活でも今後立つことは不可能と診断された。これにより、事実上の引退となった。2016年3月、車椅子姿のためミットを持てないなどの制限は多いが、トレーナーとして活動を開始した。ありがとうございます。